宮本武史君。私は日本共産党を代表してただいま議題となりました文部科学大臣森山正仁君不信任決議案に賛成の討論を行います。賛成の最大の理由は文部科学大臣である森山正仁君が統一教会と深い関係にあることであります。文部科学大臣は宗教法人法に基づき統一教会の解散命令請求権を行使するなど宗務行政を所管する文部科学省の長であり、宗教法人に対する公平で適正な姿勢が求められます。統一教会との関係で一点の曇りもあってはならないのであります。来月には統一教会の解散命令についての審理で審問の手続きに入るといいます。統一教会と深い関係にある森山大臣が公正な審問に当たることは到底できません。しかもこのように統一教会と深い関係があったにもかかわらず、昨年9月の自民党の調査にさえ正直に答えることをせず、それを隠して文科大臣に就任いたしました。森山文科大臣は2021年の衆議院総選挙が行われる直前に神戸市内で統一教会関係団体の集会に参加したことをお認めになりました。その際に推薦状を受け取り推薦確認書に署名をしたことについて記憶がないなどと言い逃れようとしてきましたが、朝日が報じた2021年10月17日の統一教会関係団体主催の国政を語る会では、なんと式次第に推薦書授与と明記されているのであります。ましてや推薦確認書は事実上の政策協定であり、これまで統一教会との関係を指摘され辞任した閣僚と比べても極めて深刻な問題です。報道で明らかになって以降も森山大臣は説明責任を果たさず、推薦状はもらったかもしれないとか確認書については覚えていないなどと言を左右にし、不誠実な答弁を繰り返しているのは誠に見苦しい誤りだと、見苦しい限りだと言わねばなりません。教育基本法はその前文で、真理と正義を希求し公共の精神を尊び豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を掲げており、嘘と欺瞞にまみれた森山正仁君に教育を所管する文部科学大臣を務める資格は全くないと言わなければなりません。岸田首相の責任も極めて重大です。森山大臣が統一教会から推薦状を受け取り推薦確認書にサインしたことがここまで明らかになっても、首相は現在は教会との関係は断っていると強弁し、引き続き職責を果たしてもらいたいなどと擁護しています。しかしたちまち本日の新聞報道でも、大臣の地元事務所に毎月教団系月刊誌が無料で届けられ、先月も送られていたことが明らかになりました。即刻罷免すべきであるとともに、首相の任命責任は免れません。そもそもこの問題の本質は自民党と統一教会との長年の深い関係にあります。統一教会は反社会的で悪質な行為を長年にわたって行ってきました。その結果、多くの方に多額の財産的損害、精神的犠牲を加え、その親族を含む多数の方の生活の平穏を壊してきました。このような組織と長年深い関係を築き、広告塔となってきたのが自民党です。統一教会との関係を断つことはもちろん、徹底解明と宗教法人法に基づく解散命令の発出、そして、すべての被害者に謝罪と補償をさせることが不可欠であります。森山正仁君には、それを行う資質も
資格もないことは日を見るより明らかではありませんか。盛山文部科学大臣の罷免はもちろん、国民の信を失った自民党岸田内閣の即刻退陣を要求して、文部科学大臣盛山正仁君、不信任決議案への賛成討論といたします。